GTR は路上最速であるとともにサーキットでも上昇しなければならない。その避けようのない宿命は R34GTR でも不変である。 R32GTR から引き継がれる RB26DETT パワーユニットの最高出力は国内自主規制枠である280馬力で先代と変わらないが、下級圧のアップや各部のリファインにより最大トルクはついに40キロに到達。スペックをはるかに超えるそのポテンシャルを電子制御トルクスプリット 4WD システムにより余すところなく路面に伝える。トランスミッションは新たにドイツゲトラグ社と6速マニュアルを共同開発。 GTR ならではのリニアな加速レスポンスを実現している。 V スペックには量産車として世界でも類を見ないアドバンスドエアロシステムを採用。アンダーボディを覆う前後のディフューザーにより強烈なダウンフォースを発生させ、超高速域での抜群の安定感に貢献している。サーキットで育ち数々の伝説を残してきた GTR、 日産から究極のドライビングプレジャーを全てのドライバーへ。史上最速の車に進化した R34GTR にもはや国内のライバルは存在しない。